小さな水車作品57は、ヨーゼフ・シュトラウスが作曲したポルカ・フランセーズ。長らく風車系の砲台が主流だったが、実際は山の谷川に架か,かる水車を表現したものらしい。ムーリネットには、水車と風車の二つの意味があり、この曲の砲台は長らく統一されていなかった。これまで使われてきた代表的な砲台を以下に列挙する。最近では、風車ではなく、 水車が正しいと認識されつつあり、近年の日本ヨハン・シュトラウス協会は小さな水車を用いている。よって、当記事では小さな水車を正式なものとする。ウッドブロック、カジーヤのポルカと並んで、ヨーゼフ・シュトラウスの代表的なポルカフランセーズとして知られる。ウッドブロックを用いて、コウツつくネの音のリズムが刻まれる。1858年7月26日。 ウンガーカジノにおいて初演された。冒頭部を使いのブラウザでは、音声再生がサポートされていません。音声ファイルをダウンロードをお試しください。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場歴小川 P254、井上 P238。ありがとうございます。